挑戦するのは今日が初めてというゴドフリー・スティーブン。昨年の秋にはこの西条への挑戦が決まっておりました。今やっと見えてまいりました、ゴドフリー・スティーブンズ選手。黒いガウンをまとっております。ご覧のように広い額、そして潰れた鼻。一方変わりまして、反対の方向から世界フェザー級チャンピオンの Saijo Shozo選手が登場いたします。いかにもかっこいいクールな感じのチャンピオンが、今日はまたからし色のガウンをまといまして、今リングに登場いたしました。さてリング上ではまもなく両国国歌の吹奏でございます。試練に伝えられまして、両国国歌の吹奏でございます。吹奏は西条選手のね、はい、今のこの試合前の雰囲気どうですか、ご覧になって、横顔を見て。すごく調子のいいような感じですね。そうですか、それからね、この一方のスティーブンス選手ですが、チリから初めて来た、日本へボクシングやりに来た選手で、はい、しかも初めて自分としてはタイトル挑戦なんですがね、はい、国歌の時に歌を歌ってましたね、はい、まあ、日本ではあまりそれ歌わないんですけどね、はい、僕がアルゼンチンに行った時でも、はい、やはりこういうファンの方が一緒になってこう歌いますね。国歌を聴くと気持ちが静まるということもあるでしょう。もうこの試合やる前にね、やはりこの国歌を聴いたときは、やはり君のためにもね、まあちょっとオーバーなんですけどね、勝ちたいと思いますね。西条選手が紹介されました。ボクシングキャリア10年、この試合が77戦目になります。ゴドフリー・スティーブンス。なおこの試合のレフリーは森田健さん、ジャッジは久保武雄さんと加藤翔一さんであります。金田さんは今日のこの試合でどういうところをご覧になりたいですか。西条君のね、ものすごい強力なパンチ見てみたいですね。そうですか。噂にたがわずこの目で確かに見てみたいですね。スティーブン選手の顔つきなんかを見てどうご覧になりますか。なんか片一方若いし片一方年を取ってるからね、その年の開きをものすごく感じますね、見てね。これは海老原さん、この試合の内容にかなり影響を与えるでしょうね、この年齢差というのは。まあそうですね、西条は一年一年そういう意味でちょっとそういう具合がありますね。23歳西条、31歳スティーブン。さて世界タイトルマッチ、今第1ラウンドのゴングが鳴りました。9時19分でございました。薄いグリーンのトランクスをつけております西条。一方のスティーブンスは
紺のトランクスに赤いベルトであります。世界フェザー級タイトルマッチ第1ラウンドのゴングが鳴りました。スティーブン選手は練習では接近して中に入り込んでボディを打ってあるいは顔面打つという接近戦得意の選手と見受けられましたが、果たして実際の試合ではどうでしょうか。何か隠してるんじゃないかということをですね盛んに言われてましたよね。はい、何か練習ではあまり、隠してるような練習でしたからね。はるばる南米のチリからやってまいりましたスティーブン。膝はあまり柔らかくはないようなんですが、接近した時のしつこさというのは大変なものですね。あのウィービングなんかです。西条がジャブを使いまして入り込もうとしました。今スティーブンス左のジャブを出しました。入り込んでボディを打とうというスティーブンスであります。第1ラウンドはお互いに相手の動きを見るといったところでしょうか。額の広いスティーブンス、その額に上目遣いに見ますとたくさんの芝が見えます。西条接近して右のアッパー、今度は左のフック。あの右のアッパーは盛んにトレーニングで練習を積んだパンチでやります。左のボディーブローです。左のダブルフック、速い左のフックを打ちました西条。今度はスティーブンスが右のアッパーを打ちました。このスティーブン選手は戦績から見るとあまりパンチがないようなんですがね。はい、ちょっと見てどうですか。ちょっとパンチが当てにくいですね。当てにくい、西条の西条君がですね、なるほど。スティーブス自体のパンチはあまりないようですか。パンチはそうですね、あまりないみたいですね。西条はちょっと今やはり一発を狙ってるような感じですね。一発狙ってますかね、スティーブスが大きい左のフックを打ってきました。確かにこうやってみますとただ接近するだけのボクシングではないようです。アウトボクシングもできるようです。西条のフックとスティーブンスの左のアッパーです。スティーブンスの左右攻撃。最近は西条選手はあまりフットワークを使いませんね。一発狙ってるせいかなんかちょっとあれですね、使わないですね。おっと大きい左の空振り。西条の右のクロスを打ちました。西条が右のクロスを打ちました。右のアッパーです。そしてワンツーを打ちました。ここで第1ラウンド終わっています。エビアラさんの採点どうですか。やや西条有利ですけど、僕は 5-5 ですか、はい、体格的に言いまして全般的に西条選手の方が一回り大きいか長いかそういう風になっておりますが、ただ太ももだけはスティーブンスの方が太くなっております。試合は第2ラウンドに入ります。金田さん、はい、ベテランのスティーブン選手ですがね、ご覧になって第1のなかなかやるっていう感じじゃないですか。やりますけど、僕は見てる感じではね、もうなんか相当力に差があるような感じがしますけどね。あ、そうですか、若さですかね。若さ、総合力ですかね、勢い。勢いがいいですね、最初もやっぱ笑いだけ。動きの中でどの辺が一番金田さん魅力を感じますか。やはり左手から出すあの西条君 のフックですかね。フックですね、なんか早いですね。なかなか、あれタイミングって難しいんだろうね、ケントって。相手が動いてますからね、なかなか当たらないですね。両方の前の上に白く反則を張ってきております。スティーブンス西条の左右攻撃、ロープに詰まりスティーブンス西条打ち返す。今朝午前10時の計量では西条選手が125ポンド2分の1、 56.9キロ、スティーブンスが124ポンド4分の3、 56.5キロで 400g 軽いウェイトでスティーブンスがリング上に上がっております。こうやって体を見ますと西条選手より一回り細いような感じがしますね。スティーブンスは小さいですね、ちょっとやはり一回り全体的に細身で、それから南米の選手は腕が長かったり足が長かったりするんですが、この選手はどうやら日本人に似て胴長ですね。そうですね、でもそう長くありません。
試合は第2ラウンド、世界フェザー級タイトルマッチ。ちょっと最初力んでますね。力んでますか、左のボディから顔面、ちょっと強く来ました。しかし接近戦ではうまいものを見せますスティーブンス、一発ミナッパを返しました。さすがですね、早いですねテンポがね。こういう検討やったら言ってみてもいいですね特に西条先生はこう動きがキビキビとして、素晴らしいですね、両選手ともコンディションはベストであると言っておりました何か狙ったような感じがあります。手に力が入ったような感じがあります西条。第2ラウンド終わりました。このラウンドどうでしょう。ちょっと良かったですね、西条選手が。5対4ですね、試合は第3ラウンドに入ります。南米のチリの選手が世界タイトルに挑戦するのは、チリボクシングの70年の歴史のうちで今回が4度目、なんと30年ぶりだそうであります。1940年にヘビー級のアルトロ・ゴドイという選手が時のチャンピオンのジョー・ルイスにニューヨークで挑戦したことがありますが、それ以来30年ぶり。スティーブンスが3人目。西条の左からの攻撃、スティーブンスが一発返しました。試合は第3ラウンドです。西条選手もこのタイトルマッチが3度目で、海老原さんね、タイトルマッチに慣れてきたということは言えますよね。言いますね。前回は気をしてましたからね、やはり KO を狙っているような感じですね。KO を狙ってるね、前回の昨年9月のピメンテル戦が第2ラウンドのナックアウト勝ちですので、まあ、そういうこともあって、それから試合前の予想が西条絶対有利ということでね、やはりおそらく心中では KO を狙っているかもしれませんが、そうですね、分からないうちにそういう気になりますからね。試合の直前に西条選手に控え室で会っております倉持アナウンサーに赤コーナーの方から一つその辺の話を聞いてみたいと思うんですが、倉持さんどうだったですか。はい、赤コーナーです、それでは控え室の表情ですけれども、私がですね、あ、打ってますがどうですか。KO を狙ってますか。もちろん KO は絶対狙ってますね、それから私がですね、1から15の数字のうち、どの数字が好きかと聞いたんですけれども、すかさずですね、ラッキーセブンの7の数字が好きだと、こういうふうに取りましたので、そうしますと第7ラウンドに集中攻撃かともう一度聞いてみたんですがね、それはどうかなと、こういう返事でした。そうするとピメンテル戦のようにですね、ナックアウト勝ちをはっきり公には言ってないわけですね。そうですね、そうですか。はっきりとノックアウト宣言はしてませんけれども、前半からチャンスがあれば狙うと、こういうふうに言っております。はい、強い左のボディを打ちました西条。今度は右のボディ、ちょっと後退したスティーブンス、西条ラッシュ。しかしタフなスティーブンス、この辺スタミナがあります。強い右のフック、西条は強いね。いい感じ打ってますね、思い切ってますね、あの辺は。だんだんパンチが入ってきましたね。金田さん、思わず強いねとおっしゃったのは、あのパンチの出し方ですか。あれだけスピードの人はちょっと珍しいんじゃないですかね。いや、ここに知ってる人もね、エビはもうそれすごかったですけどね。しつこいタイプのボクシングをしますスティーブン。一方の西条はどちらかというと派手なボクシングです。左のボディーブロー、スティーブンスが左を打ちました。かなりボディを狙っています西条。西条はこのスティーブンスがもうそろそろタフだという感じを持ったかもしれませんね。そうですね、かなりパンチをまとめています。第3ラウンド終わりました。このラウンドも差が出ましたね、5対4西条ですね、この同じ画面が南米で放送されているわけです。さて第4ラウンド、
金田さん、はい、今あの第3ラウンド終わったところでね、はい、コーナーに引き上げるときに西条選手が金田さんに挨拶してリング上からなんかもう 肩の力を抜けて素人だからね野球も同じですからジェスチャーでねでも野球の場合ねあの最初硬くなっても、ね、徐々に力抜けてくるとね調子が良くなるんですよははは多少はあの肩に力が入るくらいの方が最初はね力んでからスタートした方がいいような気がしますね第2第3ラウンド優勢に試合を進めました西条ボクシングの勢いから言っても上でやりますがところでね 1,2,3 ラウンド見たところで海老原さん、はい、このスティーブンス選手の戦力を一つ分析してください、やはりね接近戦でねうまいパンチ打ってますね細かにこれもし全般で西条が KO できない場合は後半になった場合はちょっと苦しみますねそうですね海老原さん、今目を切りましたねスティーブンスが耳の目の上ですね、9時32分スティーブンスが目を切りました第4ラウンドですやはりタフですねさあ強い右の左のボディーブロー西条スティーブンスはこのラウンドに入りまして右の目の上を切りました心配された目の方は左でやりますがそれはまだ切れていません右の目の下みたいですねちょっと横ですか下ですか横の方横下ですか西条の強い右のアッパーレフリーの森田健さんがスティーブンスにバッティングの注意を与えました西条のまた強いボディブロー気持ちいいですね気持ちいいですか、ボディから右自分のペースで試合を進めていますこの辺ちょっとスティーブンス手が出なくなりました西条だんだん硬さが取れましたねそうですか、じゃあ金田さんのアドバイスは聞いたんですねややスピードがなくなりましたあえて接近戦を狙います西条です左の目の上ですね右目の上です西条も切ってるね西条もちょっと切りましたか切ったような感じですけど左上は返り血じゃないでしょうか切ってますね西条も切りましたね左ですね、西条は左ですね西条も左を切りましたこの4ラウンドに4選手とも目を切りましたしつこいボクシングというのは各ラウンドあと30秒というところで出てきますねスティーブンスはそうですねああいう血というのは大丈夫なの切った場合あまり感じないですね途中で目に入るといけませんがね目に入ると見えないことありますけど第4ラウンド終わりましたこのラウンド前半西条前半5対4、そうですね、5、4で西条ですね、さて試合は第5ラウンドに入ります西条のコーナーですスタンレー伊藤さんが落ち着いた表情で西条の左目の上の傷の手当てでありますさっきあの森田レフリーがバッティングの注意をしましたね、あの後で切ったんですねあの時分かれたら血が出ましたねさて第5ラウンドですいい過去76戦という10年のキャリアを持ちますゴドフリー・スティーブンス非常にしぶといボクシングをします西条が第2第3ラウンドかなりボディを打っておりますがこれが果たして後半に来てどの程度効いていきましょうか前の第4ラウンドにスティーブンスが右西条が左の目の上を切りました金田さん、はいスティーブン選手ね、はい最初ちょっと年取ったような感じだとおっしゃってましたでしょ、実際こう始まってどうですか見ていや打たれても年取った顔してますね全然へばった顔しないですねへばった顔してない、年取った顔っていうのは表情が変わらんでしょうけどね、さっき休憩の時休憩したおかしいですけど、立ってる時に、全然ケロッとしてますね顔はね、だからああいう性格の人かそれともそういう顔をしてるのかねなんかちょっと不気味ですね。不気味ですね。そういう感じはありますね。やはり聞いてでもね、聞いてる顔ができないですからね。聞いたような顔はできない。それにしてもエブラさん、タフという感じがしますね。やっぱり80戦近くやってて、その KO 負けないってことは、やはりタフですね。踏み込んでスティーブンスがワンツーを打ちましたが、西条も左を返しました。各々、このラウンド後半に参りますと、また。
両選手の傷から血が流れております。チーブンスが右の目の上、西条が左の目の上。レフリーの森田さんがストップしまして、バッティングの注意であります。両選手頭を気をつけるようにという注意。右のクロス、あれは西条選手得意のパンチです。今あれが顎に入るとね、効くんですけどね。あのパンチは一昨年の9月アメリカでタイトルを取りました時にロハスをダウンさせたパンチです。今度はおっ、これが効いた、ヨングスが効いた、ヨングス効いた、さあ西条なし、まだ時間はあります。西条なし、シーブンズも打ち返します。最後ラウンド、タフですね。タフですね。そう聞いた攻撃はしません。最後ラウンド終わりました。はい、十分ですね。5対4で退場。はい、金田さんどうです。びっくりしましたね。タフで。やはり世界選手権出てくるだけありますね。何か人には取り柄があるもんですね。攻撃力はそう怖くはないように思うんですが、耐久性といいますかね、スタミナといいますか、ね、これ最初があの一発で倒してもね、多分この人起きてきますね。起きてきます、一発で KO ってのはちょっと難しいような選手ですね。西条選手の初防衛戦の相手が昨年の2月ベネズエラのペドロ・ゴメスという選手だったんですが、この選手は猛牛というニックネームがありましたがね、あの選手よりもこっちの方がタフのようです。タフのようですね。世界フェザー級タイトルマッチ中盤第6ラウンド、日本武道館、正式なお客様が入場者が発表になりまして、1万2000人でございます。これは、現在までの記録です。どうしたんでしょうかね。目の上の何か、はは、何かついたんですね。その間西条もパンチを出すことなく、この辺はフェアな試合態度であります。左のジャブ、ストレート、ね、もうストレートですね。こうなりますともう判定ということを考えて着実にポイントを稼いだ方がいいですかね、ベラさん。でもやはりね、もうプロですからね、それじゃいけません、チャンスがあればね、もうやはり出てって倒さないといけないですね。右のボディーブローです。西条、スティーブンスのコーナーの下では故郷チリに電波でその模様を伝えます。テレビとラジオの放送陣が盛んに大きい声でスペイン語でリング上の実況放送で、西条の右、やりは空振り、4ラウンドに切りました。カナベルス次のパンチは出にくいですね。あ、そう、当たれば出るんですけど。今いい演技打ちますね、スティーブンスね、あと西条も打ち返しましたがね、押すようなパンチですが重いんですかね、ああいうパンチは。まあ、そう、あんまり切れないようなパンチですけどね。31歳、故郷サンチャゴには4人の子供がいます。試合前15日間日本にいたわけですけれども、実に落ち着いた態度で毎日の練習に励んでおりました、スティーブンス。この時はじわりじわりして後半に勝てば、そういう選手ですね。そうですね、ちょっとバランスを崩しました。これはパンチじゃないですね。パンチじゃないですね。第6ラウンド終わっています。このラウンドはどうでしょう。今日はこのラウンドは 5-5 に来たね。向こう側に金平マネージャー、右側がスタンデー伊藤さん。果たしてスタンデー伊藤さんがどのような作戦をこの辺りで立てているでしょうか。
試合は第7ラウンドです。あまり出てきませんが、後半に来るといつか一気に攻めてくるでしょうね、スティーブンズは。ジョリジョリできますね。新聞では随分弱そうなこと書いてあったんですけどね、ええ、僕も最初もう一見かけて決まると思ったんですけど、ね、はい、いや見かけのようなもんですね、もうそれはね、試合になってみないとわからないですね、練習ではあんまりあの耐久力っていうのはわかりませんから ね、この選手の場合にはボディをあれだけ 2,3 ラウンド打たれてもう動きが止まらないっていうのはちょっと超人的ですね、腹筋が強いんです、腹筋が強い、はい、もう見ててね、あの戦えた時の腹の力、カッと締まる力、僕は野球の経験ありますけど大変いいですね、強いね、強い左のボディーブロー、こんな右、いやしかしそう聞いた様子はありません、こういう相手でやると自信をなくすんじゃないですか、パンチがいくら入っても倒れないので、まあ自信をなくすというかちょっと考えちゃいますね、戸惑っちゃいますね、さあ詰めた、チャンス、コーナーにいるチーブンス、じっくり相手の動きを見ます、チーブンス、西条どっから打つか、コーナーに詰まっても西条のパンチよく見てますね、よく見てますね、左のボディーブローです。これは効果的です。また左。西条得意のパンチの一つ。ボディから上に返すといいんですね、西条の左目。以前のようにあまり軽快なフットワーク、足を使いません、西条。むしろ最近では打ち合うタイプ。西条君、殴り負け、殴り負けしなきゃいけないですけどね。そうですね、で後半がやはり怖いですね、そういう意味で4ラウンドに切りました、西条の左目また血が流れております、チーブスの方は止まっています、西条左の目ちょっと深いですね、深くなりましたね、血が出てきました、リング上でうんうんと声を出しながらパンチをコンビナップ声を発しながら西条を打っている、右の強いパンチ、かなりの量のパンチは当たっていますがスチームそう答えた様子がありません、第7ラウンド、普通ね、僕らよくテレビ見てましてね、殴られるとね、殴り続けられるんですけど、パッとうまく回しますね、そうですね、2発目をなかなか当てないですね、当てないね、やはり勘がいいんでしょうね、今の7ラウンドどうですか、5-4 で最後、はい、田中さんご覧になってどうです、ちょうど半分終わったところなんですよね、面白いですね、これからやみつきなんじゃないですかね今おっしゃったね、はい、打ち負けなきゃいいかということですかね、はいはい、本負けということ、はいはい、僕野球で言いますとね、小さいバッターが出てきてね、よくフォアボール出してしまうんですよ、4球をね、本負けするんですよ、小さいから投げるときに本負けします、そういった点、海老原さんどうでしょうね、僕もちょっとね、その後半に来て、試合で出てもらえると、ちょっと最初やりにくくなりますね。さて、第8ラウンド。ポイント面ではずっとリードしてますからね。まあそうですね。それだけに倒れてくれないとちょっとね。ラッキーパンチを加えない限りは大丈夫ということでしょうかね。まあそうですね。わからないですからね。こうなったら、外堀、内堀を埋めていくんですね。だんだんね。その辺一つ、スタンデー伊藤さん、あるいは金平マネージャー、赤コーナーに聞いてみたいと思います。倉持さん、作戦の変更かなんかあったでしょうかね。今、スタンデー伊藤さんに話を聞いてるんですが、作戦の変更は明らかにあったようです。前ラウンドからですね、少し待機戦法を取っているようですね。ちょっと疲れが出ているようだとスタンレー伊藤さんは西条選手のことを言ってますが、しばらく見させておいて後半に一気に追うと、こういう作戦に変更したようです。ということはですね、スティーブン選手が意外にタフだということを知ったということですね。そうですね。でもこちらのセコンド陣はタフという言葉は使っておりません。そうです。大したことないと言っておりますよ。どうぞ。西条の速いパンチが入りました。そういえばスタンレー伊藤さんは試合の前に、もしスティーブンが逃げればタフファイトになるということを言っておりましたが、このラウンド西条のまた強い右のパンチが入りました。マイラウンドチャンスがあります。ああ強い、強い、あれは強いパンチ、一番強いパンチ、さあどう追い上げるか、痛くないですね、うまい、
はしたからね。あのロープで詰めた時はね、最初ニアパインですね、インサイドから打つやつ、あれは入りますけど、ちょっとやっぱり右の左のまたドリブローです。ここはエビアラさんチャンスですね。チャンスですけどね、なかなか連打させないですね。これマイクがなかったら声を張り上げて応援したいですね。そうですね。いや、カルトさん構いませんから。実にタフな選手です。ちょっとこのラウンド右のストレートが入って足がぐらっときたような感じがありましたが、それでも後半に来ましてまたスティーブンス手を出しています。盛んにボディを狙います。サイジョ、待機作戦というのも必要ですね。そうでしょうね、我々もそういうことありますけどね。左のいいボディが入ってますよね、サイジョ。第8ラウンドは西条選手の鮮やかな右のストレートが2発入っております。そのうちの1つ、西条選手の右のストレート、腰をよく回してまっすぐ入ってますね。いいパンチが入ってますけどね。このまま倒れるかと思ったんですが、スティーブンスがここからぐっと右足でこらえました。やはり70歳になってきて、さっきも言ったように KO 負けがないってことは相当なタフですね。そうですね、さて第9ラウンド、原田さん、はい、スタート当初はですね、はい、西条選手の肩に力が入ってましたが、この辺に来て今度は、ゲストの原田さんの方が肩に力が入ってきた、逆になってきましたね。西条君はすごく今だいぶ力が抜けてきてリラックスしてるね。セコンド陣から待つ戦法、待機戦法、西条選手の得意の左のボディへのフック、それから右のクロスカウンター、それからさっきのラウンドに見せました右のストレート、自分の持てるものを十分に出しております今晩の西条。そして一方のスティーブンスの方も実にタフです。疲れません。日本武道館1万2000人のお客さんが固唾を飲んで見つめておりますリング上、第9ラウンド、両選手ともこの辺が一番苦しいラウンドでしょう。9-10、11と苦しくて、それを過ぎるとまた楽になるそうですね、体が。ラッシュにしたらやっぱり苦しいですけどね。そういうものありますね。練習と全然違いますね。このスティーブン選手は69勝して4敗という成績なんですが、4敗のうち3敗が、目を切った PKO 負け、本当の負けは1敗しかないという、こういうところが今度はまたリラックスをしました。スティーブンス実にタフです。いくら打っても打っても打ち返してきます。攻撃力が落ちるものですか、エビアラさん。はい、パンチのスピードはすごく変わりますよね。最初は攻め上がりますからね。第9ラウンドで終わりました。どうですか、やはりゴラは取ってますね。取ってます。5対4ですね。はい、ただ今の第9ラウンドの西条の攻撃、左のフックから右のストレート、
これは服ですね、これなんかもう、倒れてもいいパンチですけど、随分タフですね。こういうタフな選手、今まで、僕はちょっと見た試合記憶にない、初めてですね。まあ、各ラウンド、金田さん、内容はですね、もう完全に会場の内容なんですね。そうなんですよね。しかし、腰も硬そうだしね、かえって腰が硬いからひっくり返らないんだね。なんですかね。すごいね。さて、10ラウンド、あと6ラウンドです。まあ、よく言いますが、世界タイトルマッチは10ラウンド以降が大変なんです。12、3回なんかはやはり苦しいですね。あのね、検討中ノックアウトをしようと思ってノックアウトできるものかね。できないって人もいますけどね、僕は自分でやってる時、調子のいい時は KO しようと思って KO したですね、随分。よくピッチャーの場合ね、三振取ろうとすると力が入って失敗する場合が多いけどね、そういう失敗はもちろん打ち合って勝ち負けはっきりしようなんて思う場合なんか、出なきゃ負けないまま出てって、KO される場合もあるし、そういうことありますね。打たせないと思って投げた球をホームラン打たれた、これと僕は同じだと思います。そうね。リング中央の打ち合いです。いいんですよね、最上8ラウンド、9ラウンド、そしての10ラウンドと毎回1回はこういう場面があります。相手をじっと見て、しかしチームズ、ミラッパーを取るという構えです。これでこの選手が世界フェザー級1位というのがよく分かりましたね。そうですね。スタミナで相手を圧倒しようというタイプのチーフです。じわりじわり出てきてますね。ボディを狙います。サイジョ、あれはわざと下がってるんですか。チーフ大徳は、やはりパンチが上がってますからね、そのバランスで後ろへ抜け取りますね。どんなに考えてもね、絶対目をは逸らさないですね。見てますね。慌てないですね。慌てない。これ西条が手差なかったら相手はボンボン入ってきます。そうですね。西条のパンチが入ってるから出てこられないんですけど、昨年の6月にホテ・ヒメレス、そして4月にはアウトリー、これ入りました。ボビー・バルデスを破っておりますこのチーム、おそらくこういう勝ち方をしたんでしょう。サミナ勝ちですね。そういうタイプですね。しかし今日は2ラウンドからずっと西条のポイントは取っており、西条が取っております。5-4で西条ですね。5対4で西条、このラウンドも西条です。さて、試合は第11ラウンドに入ります。西条のコーナーです。この目は4ラウンドに切りました。左の目の上ですね。そんなに深くないようです。切った後9ラウンド、それから7ラウンド、この2ラウンドには血を流しております西条です。右側が後ろ姿、サンデー伊藤さん、第11ラウンドです。さて、一つこの辺で、それではスチームスのコーナーに聞いてみましょう。スチームスのコーナーの高尾さん、はい、状況はどうですか。青コーナーです。はい、先ほどからずっとご覧になっていて分かったように、スティーブンス選手は今まで椅子に座ったことがありませんでした。インターバルの間、しかしこのラウンド初めて椅子に座りましたんで、ちょっとそのあたりマネージャーに聞いてみたいと思います。ロベルトさん、通訳のロベルトさん、ちょっとマネージャーに聞いてほしいんですがね、マルモンティさん、トレーナーにちょっと聞いてみます。彼は初めてね、このラウンドを座ったんだけれども、疲れたのかどうか聞いてください。él no se siente nunca, pero ahora nosotros le obligamos a que se siente como ella. マネージャーとこのセコンドがですね、無理して、無理に押し付けたらしいんです。無理に座らせた、そうすると疲れたということじゃないですね、ということですね。No, en absoluto. 疲れたことではないというふうに言っておりますが、果たしてそのあたりはどう
うか。分かりません。高尾さん、はい、この後ね、はい、スティーブン選手がどう戦うのかちょっと聞いてください。はい、この後スティーブン選手はですね、作戦的にどう戦うか聞いてください。Sí, yo creo que vamos a poner un poco. あんまり内容的に詳しいことはですね、はい、話したがらないといった状況ですが、はいはい、うですもう少し積極的に攻めるというような感じです。ああそうですか、はい、残り5ラウンドをね、はいはい、ありがとうございました。シーブンスのコーナーから佐藤アナウンサーをお伝えしました。このラウンド最上は待機戦法ですね。相手があのよく出てきますね。今あのシーブンスのコーナーからもっと積極的に出させるというようなそういう意味のものを私受け取ったんですね。攻めるということですかね。3、4回は面白いんじゃないですかね。もしエビアルになったらどうする、こういう相手を使ったら。やはりあの、まあ、相手をちょっと見て、うん、いい感じでやっぱりあの攻めようと思いますね。あそう、じわりじわり行くよりそういうのがいいように見えますけど。小さいパンチを打ってきます。スチーブ会場がビギナッパーを返しました。うまく両手を使いましてパンチをかわします、ブロックします。スチーブ、僕はあのファイターっていうのはものすごく好きなんですけどね、はい、この2人は本当にファイトがありますね。西条選手も負けん気が強いでしょ。だからこのスチーブ選手もお父さんがイギリス系で言いますかね、この冷静な中にも秘めた闘志と言いますかね。僕は最初に見た感覚と全然違いますね。まさに、エビアル君が言ってたように後半出てきますよって、やはり専門家よく分かりますね。第11ラウンド終わりました。このラウンドは、あんまりないですよね、はい、まあ、僕はあの5-4で西条でつけたんですけど、はい、一応あの5-5にしてきました、はい。なかなか減らない体重、特に下半身。でもスリムでセクシーになりたいあなたのために、下半身エクササイズマシン、バン&サイマックスのご紹介です。バン&サイマックスはももの内側、外側、太ももと下腹部、そして気になるふくらはぎ、さらにももの裏側とお尻を効果的に引き締める、5種類のトレーニングが1台でできてしまうんです。1日たった5分のエクササイズで、スリムでセクシーな下半身があなたのものに。バーン&サイマックスを使い始めたら、私よりも先に周りの人たちがその効果に気づいたの。職場でもみんなに聞かれるわ、綺麗になった秘密は何ってね。バーン&サイマックスはご自分のレベルに合わせた3段階の負荷調節が可能。初心者から上級者まで幅広くサポートします。さらに独自のバリアブルトーションテクノロジーで筋肉にコンスタントな負荷を与えてくれるので、短時間でも効果的なエクササイズが可能なんです。バン&サイマックスを使ったら、たった5週間で体重が6キロ減って、洋服も2サイズダウンしたの。しかも軽量コンパクト設計なので、思い立った場所があなたのトレーニングルーム、収納場所にも困りません。さあ、あなたもバーン&サイマックスでスリムな足やお腹、セクシーなヒップラインを手に入れましょう。3週間で効果が実感できなければご返品ください。5種類のトレーニングを1日たったの5分で OK。 下半身エクササイズマシン、バーン&サイマックスは6400円の2回払いです。バーン&サイマックスは6400円の2回払いでのご提供です。お申し込みはフリーコール0120-44-2248、 今すぐお電話ください。 Get it at Shop Japan。 スチーブンスのコーナーです。現在故郷のチリは日曜日の朝で、本来なら皆さん教会に行く時間なんだそうですけれども、今朝だけは誰も教会に行かないで、このボクシングの放送を見たり聞いたりするだろうとチリから来た記者が話しておりましたが、宇宙中継の画面を見ておそらく一喜一憂していることでしょう。試合は第12ラウンドです。放送席のポイントでは 1,2,3,4,5,6,7,8 ポイントですね。8ポイント西条がリードしておりまして、ポイント面ではもう圧倒的です。あと残りました4ラウンド。
国を挙げて応援するというのは昔日本にもありましたね。白井さんですか、はい、あの頃やはり何ちゅうんですか、今はもうあまりにもチャンピオンが出過ぎましたからね、そういう感激はないですけど、それだけ日本がボクシングが強くなったんですよね。何せ大統領直々の電話がかかってきますからね、スティーブンさんの場合ではね。そうですよね、そういうものがまたこのリング上の闘志になったらあるのかもしれませんね、はい、負けられないという気持ち。またこのラウンドに来た西条の左の目の上、出血が激しくなりました。第4ラウンドに切った左の目の上、スティーブンスの出血は完全に止まっています。傷は塞がっています。もうここまで来たらもう止まらずに無理してでも打っていくんだね、相手に。そうですね、このタイプは見てるとかえって、西条はこういうね、手を出さなかったら相手のペースになってね、ボンボン入られますね。左ストレートから右ストレートを打ちましたが、構わずスティーブンスの方も詰めてきました。西条が左の目の上の出血ちょっと気にしています。また血が激しくなりました。だいぶ血が出てますね、そうですね。あの血はそう止まるかな、また打たれると思いますね。初防衛戦のペトロ・コメスも核な相手でしたが、それ以上にすごいですね、これは核なスティーブンス、後半に来て攻めてきます。前半にかなり打たれておりますが、それを跳ね返しまして攻めてきますスティーブンス。会場は前の11ラウンド、そしてこの12ラウンドと相手の動きをいや見ております。チャンスがあれば今のようにワンツーを打っておりますが、激しくは攻めておりません。西条やはり練習しないと言うてる噂は聞きましたんですけどね、やはり練習どっかでやってるんですよね、なんかね、やっぱり練習はねちゃんとやってると思います。やってなきゃね、これだけスタミナ出るもんじゃないですよ、練習量は多かったんですがね、あまり力を入れた練習じゃなかったんですね、一発一発は、ないんですけど、こういう練習をしてたもんで、やはりこっちへ来るまでじゃあトレーニング積んできてるんですよね。そうですね、もう基礎はできてます、ですよ。そうじゃなかったら絶対できません、あれだけ。だいぶ金田さんがシーブスの根性にスタミナに感心されてますね。まあ驚いてますよ、僕は。じわじわと寄ってきますシーブス。ここで第12ラウンドがありました。このラウンドどうでしょう。5-5にしました。5-5です、はい。あといよいよ世界タイトルマッチ3ラウンド。第13ラウンドです。13、14が勝負ですね。勝負ですか、はい。もう15回の場合はいくら打たれてももうあと1回だと思って根性で持っちゃいますからね。あと3ラウンド11分です。どうですか、こうやって見てね。最初一発になってますね。なってますね、やったですね、振りが大きいですね、ちょっと大きいですね、狙ってる感じだけに。スタンレー伊藤さんが言ったようにタフファイトになりました。よく打たれ強いということを言いますが、このゴドフリー・スティーブス、蛯原さんのお話のように、まあ、初めて見た打たれ強さというか、西条のすごいパンチが入ってますよね、大丈夫ですね。試合前に落ち着いたのはそのせいですね、いくら打たれても、俺はそうですね、倒れないって自信を持ってリングが上がってますね。僕はいい教訓を受けましたよ、人は見かけによらぬってね、何事もね、自分の判断でやっちゃいかんですね。そういえばそうですね、第1ラウンドのゴンが鳴る前の岡田さんのスティーブンス表とだいぶ違ってきましたね。違いますね。もっともボクサーは顔だけでは分かりませんけれどもね、西条また血が出ていましたね。血が出てますね。前半の4ラウンドに切りました左の目の上の傷でありますが、各ラウンド1分半を過ぎますと血が出てきます。ちょっと後ろに下がる場面が出ております。西条カウンターを取りました。西条カウンターを取った。出血を気にしております会長。最初左フックをボディから甘い返せばいいんですけどね。前半打ってましたね、一発で止まっちゃいますね。
よく言います打ち疲れるということ、会場の場合今晩あるかもしれませんね。ずいぶん打ってますからね。お強い右の服が当たりました。ドスンという音がスティーブンスの顎から走りました。本当に出てきたね、スティーブンス。また立派なまあ専門家だけど解説者なので、ただから FBI ね。ちょっと踏み込みがありません。今の西条右は空振り、だいぶ血が激しくなりました。西条の左の目の上、前半中盤と大きくポイントはリードしております。西条です。しかしこのしつこいシームスの攻撃不気味です。第13ラウンド終わりました。5-4で西条です。5-4で西条と言いますか、クリーンヒットですね。そうです、はい。方の目が切れたんですが、深い傷になってますね。西条の傷は深いですよ。西条も深いですね、スティーブンスも顔がもう形が変わっています、あの傷は大丈夫かね、ここまで来たら。もう大丈夫ですね。 14-15 あと2ラウンド、あと6分です。1日に23歳の誕生日を迎えました西条選手、誕生祝いはこの試合の後ということですが、非常にタフな相手を迎えました。3度目の防衛戦。おっ、これはスリップ、これはスリップです。ニヤッと笑いましたスティーブン。これはスリップです。しかし笑った顔がもう変形しています。かなりパンチが食っています、スティーブン。それもそうですね、中盤も西条の強いパンチをずっと受けてましたからね。そうですね。15この2ラウンドに西条の中押し勝ちができるかどうか。今まで倒れたことがない。おっと、スティーブンスが左を打ちました。これは西条の顎に当たった。西条がちょっと効いたですね。今まで倒れたことがないスティーブンス、さあ打ちます西条。左の服はどうなったんですか。聞いてますね、聞いてますか。ちょっとカットしましたね。この試合で初めてシーブスが試した有効打ですね、はっきりしたパンチですね。そうですね。西条も弱点といえば顎にありますが、あと2ラウンドまだ油断ができないですね。油断はできませんね、後半になって出てきますからね。いよいよ大詰めです。14ラウンド、また西条の左の目の上、血が流れました。左顔面が真っ赤。ちょっとパンチが効いてますよ、スティーブンスのパンチ。西条が効いてるんですか。ちょっと、これが下がりますと、なおもスティーブンスのパンチが効いています、西条。出てきますね、なかなか。相変わらず、うっとうなりながらパンチを出します、西条。打ちました西条、左のボディーブローです。やや西条に疲れが見えます。疲れが見えますね、そうですね。もうここまで来たら疲れとかそんなやし、もう肉体の我々ね、もう限界がありますけどね、想像できないスタミナですね、自分じゃ疲れても分かんないんですけどね、動きにはね、分かってもそれを僕らには感じないですよね、そうですね。専門家にも分かってもね、我々には分からないですね。ノックアウトになっています。西条当然トラッシュ。
狙ってますね。チームカウンターを狙ってますね。カウンター狙ってますね。ロープを下がってて、もう捨て身戦法ですね。そうですね。打たせた後に打とうという感じですね。ハードパンチャーの会場、タクナー、スティーブンス、その最終ラウンド。すごいスタミナでね、殴られスタミナが強いでしょう。しかし殴る方のスタミナも最初もすごいですね。もうたまげました今日は、これ西条が手数が出たからいいんですけど、これ